9章目が例の Q&A を、すごく多いのでものすごく寄ってと、いうふうに考えています、ただここまでのところでやっぱり付け加えなきゃいけないんだろうなというのがあるので、ページ数によってはもしかすると割愛っていうこともあるかなというふうに、感じます、とりあえず今日は順番として、こんなふうに構成しましたっていう、報告からいきますね、で1、2、3は以前見ていただいたような構造論の話なので、それはまあ変わってない状態です、で4からが、例の覚えなきゃ、ここの部分に、まだこれ、調整必要なんですけど、抜きあり状態が結局結構どう扱うかって困ってたんですけども、二段目にすると、かえってもう分からなくなるなって思ったので、もう、一旦ここに入れちゃおう、テンポラリーガードの状態っていうことで、もう全部ここに入れてしまうっていう発想で、全体の流れをこういうふうにして、章でこういうふうにやってるよ、ここはもうまず暫定なので、一応こういうふうな感じでっていうふうにしてます。で、防御から始めるよと。ステップも3つだったんですけども、ちょっと私の方で4つにさせて。いただきました。で、不服従のポーズって、パスガードされた状態で簡単にやられないということですよね。ですのでそれをステップ4でパスガードはやっぱパスガードじゃないステップ2ですかね。決め技で、止め技を作らせない、そうですね、そうです、ステップ2のところにそれが入る感じで、これが関節技の、不服従ポーズという感じで入れてあります。それで4章はとにかく防御、しようという発想で、こういう感じでホイホイガードがあって、ポスチャー、ここでポスチャーは少し出るんですよね、という感じで、防御のことをこのセクションではずっと言い続けているというふうになっています、で、故障は今度はじゃあどうするかというと防御から戻しましょうよっていう話になっていて、いただいたやつをちょっとかなり変えたりしながら入れてあります、で防御が戻しないのが違うのみたいな話ですよね、でこのパートは基本的には、戻しについてずっとこう、この辺りまだ取れてないので、取る必要があるよね、というところで、あとで PD 予報はお送りしますけど、このパートが行われるんだろうのというところで、でここでパメバードが出てきますよね。で、ちょっとそれは覚えておいて、このパートはよくいろんな姿勢から戻しましょうねというところを書いて、くるくるガードのポイントを登場して、スイープにどうやって抵抗するかみたいな話になって、でここで、ちょっと早めなんだけど、足抜きに行ってこうよっていうのが入っております。この辺りが実はまだ取れてなかったので、必要かなという感じですね。で、次が、下からの攻撃となって、ここで戻したから今度そこから攻撃するっていう流れですね、で、まずは最初に下からの攻撃で、オフェンシブガードからの攻防だよっていう話で、基本的にはスイープと、下からなんかやるよっていう話、
で基本的になんかタイミングがすごい重要なんだっていうことが、はい、強調されて入っていて、その辺りでその五千ヶ岳の水域を、まあ、ちょっと連続写真で見れる必要があるかなという感じです。はい、前段の第3章って形だけ見せてるんですけども、はい、どうやるかっていうのはなかったので、ここでそれをやるという感じですね。はい、で、例の1手詰め、2手詰め、はい、3手詰めっていうやり方でやると良いですよっていう紹介になって、はいはい、で、ここで第9ぐらいに入った物理学の方を、はい、入れようということで、はい、私の方でちょっと入れてみました。はいはい、でまあ、2つあって、1つが自分が倒す力になっているか、はい、もう1個は、転がす力が反復反作用で自分を居かせてしまっていると、はい、でもそれって何でなのっていう時にいつまでもずっと倒そうとしてるからそうなるんでしょっていう話ですよね。それをここに入れて、で一応なんでしょう、代表例としてどういうのかな、草刈りと、はい、シザースイープを2つ入れると良かったろうという感じですね。で、こっちが、オフェンスの側では決めということで、はい、このようなトルトになったので、はい、でこっちも、手順を踏んでいく方法とスイープみたいにこうタイミングでやる方法があるんだよということを書いてあって、はい、オフェンスのガードからもうからどのぐらい必要なのか、何でしょう、オフェンスでこうオフェンシブガードの種類がたくさんあるじゃないですか、はいはい、そこから例えばクローズドガードからはまあベーシックだろうなと思うんですけども、はい、他に例えばスパイダーとかラッソーとか、はい、そういうものを入れた方がいいのかどうかちょっとこう分からなかったん で、 そうです、ね、はい、どの程度まで範囲を広げる定石という意味で、まあ、最低限これぐらいっていうのは何かあればいいなという感じではいます。膨大ですからね。そうなんです。膨大ですからね。から、まあ、再現性が高い、あるいはそこからの発展性が高い何本かをこう紹介するのがいいのかなというふうに思っています。はいはい、まあ、試合で決まるのってもう、三角と腕十字が多いんで。はい、もう それじゃあ黒で、はい、その決めに各ガードからその決め技に入ることを書くのか、うん、その決め技に入った時にどう決め切るのかを書くのか、どっちを重点にした方がいいのかなとも思うし、うん、それだと多分前者の方がいいんじゃないかなと思いますね。膨大ですね、うん、まあ、膨大なのはもう何でしょう、分かっていることなので、まああえてここで定石という意味で出すのをちょっと酔ってほしいなという感じでございます。はい、で、まあ、で実は難しい三角定石というあれですね、いつが最後に入って、最後に腕メインか体メインかっていうその体勢を大きく変える変えるものと変えないものがあるよねっていうのが最後にちょっと入って思考の章は終わりになります。で次の章がこれは結構分厚い章で上からだと思います、はい、これが無視してる形になります。パスワードが分厚いですね。そうなの、パンパスポスチャーからの話になっているので実は非常に大きい。で、反発ポジションは第4章に登場しているんですけども、うん、はいはい、ここでは何でしょう、もっとより深くという感じの、はい、色分けなのかなというふうに思っています。はい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 、で、反発ポジションの話はずっと続くよ。で、まあ、第4章に出てきたものはちょっと省いておいて、はい、まず形を説明、形とそこからの足すまでがこっちに入るようなイメージでいます。はい、それが見れる。レクドラ。レクドラ。で、コンバットベース。はい、ダブルベース。
ね、腕のポッシャーとか、プシトンとか入れてるから、はい、これではパスだけを、はいはいはい、紹介しようという感じです。と、ここで反発ポッシャーの基本方針を、はい、なんか、いい。で抑え込みっていうのはなんかみんな形でこれが正解だみたいに思ってるけど、はいはい、いや抑え込みってそういうふうなこのパーツで取られるといろいろ不都合があるのでそうじゃなくて流れの形なんだよっていうことはこの辺に書いてある言葉になってます。で抑え込みが必要で、ここですね、あの例の止めに行くと損なんじゃないみたいな話の解説を行って、はい、でここから、基本的には裁量系から決めに行く、上から決めに行くパターンが入る予定です。で、これが展開一覧ということで、はい、まあ、なんでしょう、ここで全部筋交わできるわけないので、まあ、こういうことよ、ね、はい、展開図ですよね。で、マウントについて、はい、て、で、これ実はあんまり書いてなかった、文章がなかったみたいなんですよね、はいはい、マウントっていうことについて概論だと思うんですけども、はい、あ、はい、これはちょっと伺いたいと思います。はい、で、マウントから、はい、で、2音で、はい、2音でから決めた、2音で成功するのとっていう、で、ここで亀ヶ谷の攻め方が入ると、はい、どこに置くか悩んだんですけども、そうですね、うん、ここなのかなということで、今、まあ、そうですね、はい、やっております。で、ちょっと、ちょっと、はい、あ、いや、次に、あの横向いた亀にはデリーすることだと思うので、それはそれで、はい、ここはちょっとごめんなさい、さっきまで作業してたので、ああ、またついてます。すいません。いい、で、第7章、あ、ごめんなさい、7章くっついたのが中が熱かったんです、ね、ああ、なるほど、はい、で、そっか、ここにテンポラリーが来るんですね。そうです、はいはい、そうです。で、ここまでは結局、はい、ずっと密着した状態での展開についてずっと書いてきてる、ここまで、はい、ここまでです、はい、で、だテンポラリーはその一回それが切れちゃった状態からというようなニュアンスで、あの猪木あり状態を含めて、はいはい、ここであの別パートにしているイメージです。はいはいはい、一番自由度が高い、一番難しい状況ということですよね。はいはいはい、で、今、猪木あり状態、ちなみに猪木あり状態って英語で何て言うんでしたっけ。いやー、なんかあるよって話がすごい前に出て、あ、そうですか、はい、なんか あるはある、あるんだよみたいな話して、その時答えを聞いたか聞いてないか分かったんで、でも海外でも何か言うことはあるはずですよね、この状態って。どうなんでしょうね、まあ、もうある、あるのかな、うん、ね、もし分かったら教えてくださいっていうところ、はい、で、調べて、はい、いいですか、今調べて、あ、はいはいはい、いろんなものを見ても猪木あり状態って普通に書いてあるので、すごい試合だったんだなあれは改めて。猪木ありポジションはないですね。ないですか。はい、じゃあ、はい、お願いします。で、これは、あの、まあ、要するに、立った状態から、はい、で、引き込みっていう話で、はいはいはい、まあ、こういうふうな、まあ、なんでしょう、理想的な、なんか、雑柔術みたいなのがあるけど、まあ、そうはならないよねっていう、ゴロガード、オキガードっていう。そうね、はい、そんな、褒美になって、そんな、褒美の人がそんな引き込み、やられたこともないですよ。なんのか、記憶、まあ、軽量級だからしないのかもしれないですけど。
はそういう流れなんですね。はい、でこれでテンポラリーガードだよっていう話に行って、はい、はい、ここにテンポラリーガード説明が貼れると、はい、ガードガードっていうのにオキーガードと、まあゴールガードがあるよっていう流れで、はい、が説明に入っていくという感じですね。で、その距離がある状態でどういうふうにやるかっていうのが以下に続いていくっていう感じですね。はいはい、で正面から立つとかその選択肢で正面から進めが入っていくというのがずっと続きます。でここからはそのゴロガードから肩ガードっていうのが実はよく私分かってるんですけれども。こう相手の襟に行って、相手がこっち行ったら、はい、こうは少しで動かなくて、この手、えいってやれば、こんな風に動きますよ。あ、はい、はい、うん、要は肩で動いてるから、肩が、まあ、そういう寝ててもこう動いて、こう、振りかけたりしたら、足が回らなくなるから、これで、相手に握ってれば、その手をこうする。自分の股の間に持ってくるだけで、うん、あの反作用でこうなるじゃないですか、うん、今手に振ってるけど、うん、まあ、だから肩を使えば、うん、足は相手に向かうよみたいな、それで肩が。そっか、じゃあ腕ガードとのみたいな感じ、ニュアンスとしては。そうですね、ですかね。腕ガードっていう言葉を使ってましたどっかで。腕ガードは使ってますね、うん、あのフレームのところで、ペンタゴンフレームとストレートフレームっていうところで登場しますので、あれはパスガードされた後でもそれで頑張れるよみたいな。そうですね、な感じだったと思います。あ、なるほど、そういうことですね。はい、じゃあそれで、はい、このあたりはまだ未整理だったりもするんですけども、ゴロガードからオフェンシブガードへの展開が必要なのかしら。ああ、うん、そうですね、はい、まあ、そうですね、ゴロで袖とか襟取って、うん、ディフェンシブガードを作って、はい、あとはオフェンスの作れとしか書いてないんで、はい、作り方を詳しく書くとしたら、ですね、そうですね、いくつか、まあ、それも無限だと思いますので、はい、比較的使用頻度の高い定石的なものをよって紹介っていうのがいいかなというふうに思います。で、まあ超エタのデラヒーバーとかクローズドカーブとかリバースデラミヒーバーとかそういうのがなんか候補には上がるのかしら。で、ここからは逆に相手が、ね、ゴロガードとかしていてそれをどう攻略するかっていう話になりますね。で多分ここで、前回かな、あの足の位置をちょっとずらすと、あのいいんだよみたいな、なんか文教の方でしていたんですよね。文章で、あ、文教 の、 あっちの道場のにかかった時に足の位置をちょっとずらすと、はい、あんっていうふうに言って、はいはい、ボールの側ではもう出てくるんですけども、はい、そのあたりがこう、ここに登場するのかなというふうに。ああ、なるほど、半歩ずれる、半歩ずれる、はい、はい、そうか、じゃあ肩ガードはそういう意味だからここはちょっと違うんだね、ちょっと話が。うん、で、あとは次からオープンガード。ああ、はい、うん、すげえな。そうなんです、すごいんです、すごいな。で、なんでここを見出しがないっていう、まあまあまあ、でという感じでこう進んでいって、はい、で、くるくるガード、はい、ことを、はい、くるくるガードって、なんかさっき出てませんでした。うん、くるくるガード、くるくるガード、くるくるガード、なんか、ディフェンスのところにちらっと出てくる。あ、そうです、ディフェンスで出てくるんです、そうです、それもまた出てくる。そうなんです、そうなんです、で、多分、はい、あそこはディフェンスとしてくるくるガードってやっぱり使わざるを得ないけれども、うん、ここのクルクルガードって何を見るとすごい高度なんですよね。そう、
あの、なんていうかな、もうそのまますぐにこう、攻撃に移っちゃうようなで、するので、そういう意味での住み分けなのかなっていうことで、ここでは構成して入れてあります、はいはいはい、あの、いわゆる柔術っぽい動きっていう、まあ、そうですね、はい、こっちの方が、しないんですよ、ね、つまり実際何やるかみたいな部分は意外になって、なんかちょっとこう概念じゃないんですけれども、はいはいはい、はい、そうですね、うん、そうです、うん、ほら、うん、くるくるドアと、ね、ここで、ああ、なるほど、はい、ストレートとペンタゴン、にも失敗したときにっていうことかな、うん、そうだからそう、どうしてもこう触れないといけないっていう感じで触れているという感じですよね、はい、どちらかというと。だから一応ここで、いわゆる嵐の表面スブナオクンガードでも重要になりますという言い方で、うん、はい、こっちに飛ぶようにしていて、はい、まあ、なんていうか最低限じゃないですけども、こう、ちょっと入れとくよっていうイメージですね、はいはい、そうですね、うん、多分、まあ、本音を言うと、ここでは行ってもできないだろうねぐらいな感じだと思うところもあるんですよね、あの、コードなので。でも、まあ、知らないとどうしようもない話でもあるので、入れてるという、多分、流れじゃないかなというふうに思います。うん、そうですね、うん、そこは、うん。この辺りのことってこう、かなり技巧的にこう難しい気がするんですね。あの、ここまででそのいわゆるキープとかコントロールっていう概念が入ってないと、そもそもこんなことできないような気がするんですよね、はい、だからこのそういう意味での住み分けなのかなという、はい、はい、うん、そうです。それでまあクリプルガードが、まあ、これもまあある意味無限にあるので、あの今出てるやつを構成してい状況、はい、この辺りがクルクなのかどうか正直分からなかったりするんですよね。ああ、それですね。そうですね。クルクで、それはクルクでしないので、ね、ちょっと分からないんですけども、まあ、とりあえず今は言えてるという感じで。はい。はい、で、さっきのあれですね、あの、ハンコ。これは自分がディフェンス側で、やるときにあのくるくるガードの何重で用意すると、はい、対応、まあ、できる
ることもあるだろうっていうんですね。やっぱ、そういうことはありえないので。ああ、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。ですね。で、これもちょっと、ただ、算数頻度の高い話だと思うので、はい、ちょっと別枠にしておきます。で、オープンガールからの、攻撃の定石をこれで、まあ、紹介する必要があるだろうと思います。はい、で悩ましいのは、ここにまたバックポジションが出るんですよね。あの亀ガードバックの防御っていうのは前の方に登場するんですけども、はいはいはい、ここでももう一回バックポジションの攻防っていうのが登場して、でこれの色分けとしては、あの時は、まあ、とにかく守るのが必死だろうという文脈ですので、はいはい、ここはもうそういう意味ではもう、この文章に入ってくるんですけども、こっちは戻してますよね。そうです、はい、そうです、そうです、あっちはもうただこう守ってるみたいな、はいはい、若干でもただあの、うん、結局返して原因になるみたいな話も入っているので、はい、こう被るところはあるんですけども、はい、まあそのまましょうがない、できるできないは別にして、でもそこで紹介するしか多分ないと思いますので、はいはいはい、で一応ここではこのレベルになれば、あのどれでも取ってごらんと、それは引っかかったなっていうマインドが生まれているはずですと、はい、ここまで来ればという流れで、結構こう、あの充実らしい、こう、はい、なんでしょうね、なんかこう、ふわふわっとこう動くような、はい、あの動きをバックからやれるよっていうことを紹介してみます。はいはいはい、かなり高度な動きなんだろうと思います。なるほど、はい。で、これで一応、最初から最後までの構成はできたんではないかなというのが、はい、はい、大丈夫でしょうか。あの、もうあと PDF を送るので言っていただけるんですけど、はい、300ページ。いやー、これはあのページ数暫定なので、ちょっとあの怖くて私もあと追加要素もあるじゃないですか、写真を撮って時間から、はい、ちょっとページが算出できていないので、はい、これは全然当てにならないです、はい、そう相談しなきゃいけないというか、いくつもあるんですが、はい、取り急ぎちょっと私の方から、はい、ご提案的なものを含めて、はい、1から3の、はい、構造のところでですね、はい、アーチ構造っていう話が出てくるじゃないですか。で、この間のやられていた基本書講習、基本講習会の、はい、YouTube を見ていると、はい、あのまさにそのアーチ構造っていう言い方されて、はい、あの5課題エビ180度ターン、90度ターンと180度ターンと、ヨーイングを混ぜてこうくるっと回転するやつ、はい、はい、はい、あ、それではなくて、これこうやって こんな風な状態でこういう風にこうやるやつです。何か守るときですか？あの基本の動きみたいな。基本の動き、はい、ああ、こういうやつですか？はい、そうですそうですそうです。ああいうのを、はい、ここで紹介するのがいいんじゃないかなと思ったんです。こういう動きやるといいよっていう。まあ、はい、ここだけ動かして他のところ動かしてないから、はい、はあ、なるほど、はい、あの構造を守ったまま動くということを一人でちゃんとできますし、あ、こういうこと、はい、あ、で今だと、あの結局肩と足先のアーチでこう作ってるよというふうに思うんですね、はい、はいはい、だからそういうふうな、こういう基本的な練習の中でそういうのを生きている、養えるし、あと、はい、あとあの時の部位で、あとシザースイープをこの動きでできるよみたいな感じでやってたと思うんですよね。これじゃないですよ、この動きじゃないんですけど、こう借りながらこっちをこうやるとなるよねみたいなのが、その基本の練習みたいなやつがそのまま、あの練習、うん、はい、というのをここの辺りで、紹介すると、意外にその
なんでしょう、 あんまりこうスポットライトの当たらないそういう練習なんですけど、ああちゃんと意味があって、そういう中でそういう構造が養われるという。ああ、なるほど、はい、そうなんか、はい、そうかもしれないですね、はい、考えたことかな。あの YouTube 動画は非常に本当に面白くて、 あの本当にで、あの、なんですかね、あすごくそういう意味ではよくできてるんだな、これは。じゃあ改めて、はい、だからやっぱ長くやればそれが体に染み込んでできて構造ができてくるので、むしろできてる人は説明がしにくいという、そのあまりにも自然すぎて、どうしてそんなに君は腕でこう床を押して動こうとするのとかっていうふうにこうなるけども、なんでそれがこう自分ができてるかっていうと、こうちょっとこうそんな普通じゃないみたいな、この話に。本当にいらっしゃった方、みんなあのそれなりにキャリアがある方がこういらっしゃったんですけど、みんな割と皆さん苦労してたじゃないですか、動く時に、動きの中ではちゃんとできたりすることが、ああなるとこうちょっとこう勝手が分かんなくなるっていうのは。そうですね、はい、なんでそこだけ取り出したらやれないんだろうって思いますよ。そうだと思うんですよね。だからむしろああいうのをこう意識的に早めのうちにやっておくと、あのそれでこう何でしょう、構造ができてくると1個分かれば、あここもこのアーチでこうなるんだよねみたいなことが、こうここは全然動いてないけどもちゃんとこう浮いて動かせるみたいなことが分かってくると思うので、そのはあ、はい、なるほど。そうなんだ。そうですね、そうかもしれないですね。ですので、せっかくならこの辺りにそれを入れておくと、はいはいはい、あの良いんではないかなというふうに思った次第で。なるほど、はい、なるほど。へー、あとあの壁のやつなんかも、はい、あの講習ビデオの中でも、その足の方向に向かって、それがシザースイープになったと思うんですけども、はい、やるとなんていうんですかね、足でこう無理やり倒すんじゃなくて、うん、本当に挟んで自分の体のあれでこうくるってこういくっていう話だったんです、はいはいはい、でその時に足の先の方向と膝の方向が一致するとスムースにこう、ああ、まあそうですね、いくっていう、はいはい、で前にもう何て言うかな、壁を使ってくるくる回るのって、はい、まさにその転換をこう、はい、針金が入ったようにこうくる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 回るっていうのも、はい、やっぱああいうのもこの辺に入れておくと、はい、ああじゃあもう、はい、入れていただければ、ね、はい、あれはあの本当に面白くて、情報量がめちゃくちゃ多いんで、すごいなと、あの、はい、これを現場にいたら多分分かんなくなるなっていうのは、YouTube で何個も見れたんで、あ、なるほどっていう、そうですね。いや、でもいらっしゃってる皆さん普通にできてるんですよね、スパーとかでは。いや、どうなんでしょうね。取り出すとできないっていうのが面白いなと、はい、いや絶対そのポテンシャルあるはずなのに、うん、あの突然そのなんかこう初心者みたいになっちゃうっていうのがこう すごく不思議な、うんうん、うん、そうですね、だから容量聞かないんですよね、そう、うん、あまりにもベーシックすぎて多分だから飛ばしてこうやってるので戻ろうと思うと、うん、あの意識したことがないんで、こうこんがらがるみたいな感じなのかなと改めて、大場先生ご自身もこういうことを考えていたの割と最近だみたいな、あの、うん、多分2人でやるとぶら下がったり寄っかかれたりするんで、うん、それをしないで自分の動きだけ取り出すのは難しいんでしょうね。ああ。二人で組んでやるとできるけど、一人になるとぶら下がれますからね。パントマイムみたいなもんですよね。なんか別に物ないのに、ここすごい重そうみたいな。それは物持ってるやつがなるけど、ないからできるわけないじゃんみたいな。いやでもこうやらない。やれた方、いやこれはでもやれないとこうあの動けないはず、うん、あの何かあった時、うん、
いつでも動ける、いつでも違う方向に動けるようにこう打ち込みはするんだけど、相手は動かないけど、あのコラムかどっかに書いてあったと思うけど、打ち込みはそのためにするんだみたいな。うん、そっかそっか、うん、まあちょっと飛ばしてる、本まで飛ばしてるんですけど、はい、その姿勢を保持することで力が出るっていうのは どこで気がついたんですか。姿勢を保持する、あの関節を固めて姿勢を保持することで、うん、むしろ力はちゃんと出るんだ。なんか当たり前じゃないですか。いやだって押すと疲れるじゃないですか。いや そこがあのなかなか発想として物を動かすっていうのは、うん、なんでしょうね、なんていうかな、動かすから動くんじゃないっていうのが多分常識一般的だと思うんですよね。うん、うんそう、まあいつもなんでしょうね。多分それはやっぱりあのキャリアの長さから生まれてきてることなんだろうと思うんですよね。だけどそのそれでもやっぱりそこにこう、なんでしょう、ちゃんと言葉として出てくるっていうのはなんかあったんだろう、あったのかしらと思って今この質問してるんですけども。人に技喋って、なんで分かんないんだろうって言ったんで、自分ができる、自分はいつできるようになったんだろう。なんで、そう、なんでですよね。なんでですか。なんか楽、柔道部時代、思い一つやって楽したいから、あの楽、こう、まあ、こうしてると楽だみたいな。あとまあそうね、まあそうだ、まあ ここまでこの動画を見る人がいないかもしれないけど、あの発達障害の人って、はい、なんか人と布団蒸し、はい、ああいうふうにされるのって別に全然苦じゃないらしいんですよ。物が乗っかんのって別に僕 あんま嫌いじゃない、普通の人嫌いらしいんですよね。まあ、僕もかこう顔とかこうなこの面も持ってきたら嫌ですけど、別にこそう体の上になんか物とか布団なり人間なり、物なり乗っかってくるの僕全然嫌いじゃないんで、多分なんか正直今考えるに、まあ、最近そのことは知ったんで、そういう人たちの本を結構読んでて、ひょっとしたらそういうことかもしれないですね。別にここで平気らしいんで、なんかもどもどして、あ、隙間できたみたいに、はあはい、そうか、なんかあのキープの発想が割とナチュラルにあったみたいな感じなのかもしれないですね。僕はそうですね、僕はだからそこなんで、みんなにないのが、なんでかな、みんなの動きを動かなきゃいけないと思ってるのかなと思ったけど、生理的になんか、むぎゅってされるのが、多分好きな人嫌い、な人いて、まあ、それは発達障害のせいかどうかわかんないけど、そんな嫌いじゃないんですよ。何時間でもこうしとれるわ、みたいな感じなんで、はい、正直そのせいかもしれないです。なるほど。普通とか、まあ、なんか本能みたいなもので乗っかられたら跳ねのけたいとか逃げたいって多分だと思うんですよ。あのかもしれないですけどね、もう抱き枕とかずっとして寝てます。で、呪術はその相手の反射とか本能をこ うまく利用してあのできてるって文章に出てくるじゃないですか。だからまさにそういうことなんじゃないかなと思いますね。そうか。それは、割とじゃあこう下に重い人に乗っかられてもこう、まあ、なんか焦って何かしようとか思わないでこうキープしながらどっか抜けれるとこがないかなとかっていうのをこう考えたって感じですか。そうですね、全然嫌いじゃないから全然いいんですよね、抑えられて。
取られたりしなければそれで全然いいみたいな感じ。まあそう、うん、まあ柔道は抑えられたら一本負けがあるんで、うん、なんだろう、まあ足絡んでる方が余計見たくていいじゃないですか。本当。別にそれ性癖の話じゃないんですけど、あのそれはちょっと、うん、結構前からなんかそういうのがあるのかなと思ったら、うん、多分そこはいろんな人にこっそり聞いても、いやそういうのはそういうのはないよっていうか、まあ、じゃあ俺だけなのかなってとこはあります。なるほど、聞いてみるもんですね、意外な、うん、全然想像もしなかったあれでしたね、そこは、うん、まあ、他の人がどうかわかんないです、ね、うん、そうか、うん、なるほど。いや、まあ、そう、人とベタベタ密着するのが嫌いな人はそもそもこの競技やらないとは思うんですけど、ある程度で、うん、まあ、その嫌じゃない度合いとか、むしろ好きみたいなところでもまたその中で濃淡があると、はい、うん、この経験に近づいてきた方が、まあ、技術的にも楽だし、うんうん、なるほど、うん、ありがとうございます。それは想定もしないやつに考えたことだな、うん、なるほど、うん、それは、うん、そんなことが、あ、人と密着しようとあんま思わないんですけど、うんうん、体は全然密着してて平気です、うん、クリティカルな部分でなくて、うん、こういうとことかじゃなくて、うん、分かります。ではちょっとそのあの、YouTube にも登場したような基本の動きをこの辺りで、紹介するっていうような、ああ感じで、はい、それで分かりやすくなるのであれば、うん、はい、それで本当はもうこのやっぱりさっきのくるくるガードとかってもうその構造がないとそもそも成り立たない動きだったりするじゃないですか。まあ、そうですよね、はいはいはい、だからこうこの第2章の構造の論の補助線にしてこのそれ以下のこの動きをこう読み解いてもらえると一番嬉しいところなんですよね。あの、うん、本当にこう、なんですかね、あ、ここにこう、ここでこうやってるんだみたいなのをこう読み解けると、うん、多分全然こう進捗のスピードが違うと思うんですよね。会員さんにも、暇出しがあったらずっと回ってろとか言ってるんですけど、誰も回ん、まあ、ごく一部の人しか回らないですよ。やんないですよ。なんでやんない、そんなことなりたくないんだろうなと。意味がやっぱりもう少しこう、なんでしょう、それとこれがどう結びついてるかみたいなのがこう、もしかしたらあのもうちょっとこう明確になるとグンってやる気が、本当にあの後の写真見てても ほぼほぼそのやっぱその構造の中でちゃんときちっとこうやれていると思うので、うん、こう本当にこうなんか分度器みたいにこう見てこう、あ、こことここにこうアーチがみたいな見方をすると、うん、ものすごく面白いんですけどね、うん、あの本当に、うん、こういうのだってこことここでこうやってるからこうきちっと抑えられたりとかっていうのがあると思うんですよね。この先生ってこのつま先っていうかつま先を含めて足のエッジの使い方がすごいあの特徴っていうのがあるので、はいはい、それがその2点にこう集中するからぐんとこう あの、うん、そのあたりをぜひ読み解いてもらいたいなっていうのが、うんうん、そうですか、はい、うん、でもまあ、ね、自分でくるくる回って感覚ができないとそんなに言っても分かんないんで、そこはね、そう、うん、回れよと、回れよ、うん、俺が一度言ったことは100回言われたと思います。もうそれはでもそのサービスする側が言っちゃダメなんでしょうね。毎回は100回言わないと言って嫌われるなら言わない方がいいし、よく分かんないです、その辺は。気になってこう柔術の一人でできるドリルみたいなのを見ると海外の方はかなりそれを紹介してあのやれって YouTube の中で公開してますよね、うん、なんか一人でできるエクササイズっていうんでブレイクダンスみたいにこう、うん、こうシュッと足を入れて戻したりとか回ったりとか、だからやっぱりあの これが
これがスムースにできるかできないかがそのクオリティを全部決めちゃうんだっていうのはなんかむしろ海外の動画の方に多かった気がしますね、今回、うん、あの気になって見たら、うん、その日本の柔術やってる層が多分ああいう柔道とか嫌いみたいな、うん、ああいうのを嫌いな人がむしろやるみたいなとこがあるから、いやこのドリル10回とか、な柔術ってもっと自由なものだろうとか言い出すんで、バカなこと、うん、そうか、そういう、それはちょっとあると思いますけどね、だから才能がある人しか上手くならないんですよ、なんか どうなんだ、ちょっと、うん、柔道みたいにこうみんな決められた動きを10回ずつやるみたいなことはダサいと思ってる人が、うん、集まり、うん、集まれたらやる、そういう人がやや多い集まりの気はするんで、うん、なるほど、多分そういうの好きなら柔道やってるんですよ、多分空手とか、うん、金払って怒られて喜ぶみたいな人たちではないの、あんまりそうではないのかなと思うんで、ああそうか、あの一般的にそのさっきやったようなエビ、あの回転ターンのエビとか、あの転がってこうやったりとかっていうのはやれるものなんですか、それともそれは自習的なものであって、はい、道場の方で開始から最初の15分とかは基礎練習、本当は僕はやりたいんですけど、僕がそんなに、ああでも初心者さんがいたら僕結構最近やりますけど、でも私が初めて向かった時にやってましたもんね、壁使って実際くるくるとか、まあ、うん、はい、人がちょっと、まあ、壁があるとか人が少ない方がやれるんで、たくさんいたら壁が足りないから、うん、まあそうですね、うん、あんまりでもやらないのがなんかこう一般的なんですね、じゃあお話を伺うと、人それぞれだと思いますけど、あの道場の方針みたいな感じで、うんうん、って感じですか、そこは、そうだと思いますけど、まあだからそれも道場でやるにしてももうウォーミングアップと割り切ってやるところもあるし、うん、そうですね、うん、ちゃんと基本動作も細かく説明するっていうのはまた、うん、いろんなレベル、受け取る側のレベルの差もあるので、うんうん、でも本当はやった方がいいです、やった方がいいというかやんないとダメです、うんうん、そうですね、うんうん、門外観ではありますけれども、やっぱりこういうお話しさせていただいて、聞かれていただいて見てると、それがないとそもそも成立しないことが、うん、あの、うん、多い。そうです、まあ、だから僕ものすごい本音を言うと、いや俺というのに、だって僕は聞けばしゃべれる人間なんで、俺というなら分かんないことを聞いた方がいいだろう。な基本動作なんか、これまあ、僕が今喋ってる動画もあるし、他の人が喋ってる動画もあるし、その中で自分でやればって、うん、だって、うん、まあ、その方がお互いに有意義な時間を過ごせるからねと、あ、うん、まあ、初心者は知らないから、その基本動作を喋るって俺が、みたいな、うんうん、そう、まあ、なるだけ、うん、じゃあ、まあ、うん、じゃあ、経験者にじゃあちょっとエビやろうぜ、お前全然できてねえだろ、なんで同じこと言わすなって言われる、お互いにこうよくない、うん、ところもあるので、まあ向こうが聞く耳や、あとはまあそれを聞いて喜ぶ人と喜ばない人という、うん、せっかく来たんだからスパとかそういうやりたいみたいな、まあ、そうですね、だから、うん、そう、まあ楽しく過ごしたい人が多いので、まあそれはそうですよ、楽しく過ごしてください、うん、それはそうです、ね、まあやってやるな、なんか今回のその上達論っていうそのテーマの中ですから、はい、あのこの機会に絶対にって感じですよね、怪我しないんですよ、怪我しないで上手くなるし、感覚も養えるし、うん、一人でお家でもまあできないことはないし、うん、っていう感じですよね、どっかそう基盤のように書いてたけど、だからそう、なるだけ一人ムーブとか、まあ、あと打ち込みとかちゃんとやれるようになっ
なればそれやって満足できるのに、なんかもう一人運動はもうなんかつまんないし、打ち込みやってもわけわかんないから、スパじゃあスパしようかみたいにして怪我したり、まあ疲れるけど別に特に得るものなく帰ったり、まあでもそれはしょうがないですね、それは、うん。まあ何を求めてやるかっていうのは個人個人あるので、それは別にいいことだと思うんですけど、この本のテーマは僕、まあ、上達しようっていう、効率よくっていうことなので、そこは絶対に入れなきゃいけないポイントですよね。あ、よかった。じゃあそれがそこに入ると思わなかったけど、確かにそうかもしれないです。うん、ここに入れると多分ちょうどピースが合う感じで、マッチ向上だよ。動かす関節は動かして、動かさない関節は固めないと、そんな回んないですから、うん、そうなんですよね。なるほど。誰だったか、この間言ってた誰かが分かるってことで、相手とも接触面が多くなればなるほどスピードが遅くなって展開が遅くなる。で、接触点が少ないほど展開が、動きが速くなって展開が速くなる。で、あの前にここでちょっと体験してた時に、こう上をこう押さえ込もうとすると、こうできるだけ体をぴったりこうつけようってこう本能的に思うと、むしろお客さんなんですよ。まあそうですね、はい。で、小川先生の組見ると、接点自体は実はその濃淡がすごいあって、その前面をにこうフラットに乗せようとか全然してなくて、この辺をこういうのがあるんですけども、いうような、そのなんていうんですかね、だからそれをしてみてくるっとこう動い回ったりとかっていうことがすごいこうできて、これをペタッとこうするともうこうニッチもサッチもいかないみたいな、はい。だから僕よくこうどこでどこを押さえようとしてるのか、ちょっと指で刺してみるっていうのが、なんかもうこの辺みたいに言う、ここ指で刺せようと思うんですけど、かなりもだからピンポイントでここでポンってやって、こうやって足先のこれでピッとやって、でここでこういうふうにこうやるみたいな、なんかあの何でしょう、こうワイヤーのこのこういうしなってるワイヤーがこうあって、それがこうニュンとこうなるような感じですよね。ずっとそのだから、ここに対する圧がずっとあり続けたらコントロールもずっとできながら、これを一回こう離れてこうしようと、これ一回ここが抜けちゃうんで、ダメになっちゃうんですよね。でそれがちょっとずっと続けなきゃいけないのが多分柔術だというのがこの本の趣旨だと思うんです。コントロールをし続けろ、し続けろ、し続けろ、し続けろっていうもうどうかしてるんじゃないかってぐらいこう、でもそれが本質だって、そのみんなその何でしょうか、この A から B 地点にこう行く間は割と頓着しないみたいな感じでやるけど、実はその A から B の間をコントロールし続けなきゃダメじゃないかっていうのが大川先生がこの本で、もうなんでしょう。そこそんなに難しいんですね。なるほど。いや、ヒクソンが何年か前に日本に来て、すごい奥義をしてる。コネクションだみたいな。何があったのか、当たり前と思ったんだけど、でもまあ、でもそう、僕がそう言っても信用しない人に、いやこれヒクソンのコネクションつって大事だからって言ったら、なんか、あ、そうなんだみたいな顔するから、なんか時々使うんですけど、そっか、ずっとこうコネクションしとかないとみたいな。コネクションって要はぶら下がったり、あの、よかかったりすることだよって。あの、相手に影響をずっと与え続けてるっていうことですね。それをすることで、より自分が動きやすくなる。まあ、4日経って、相手は崩れないし、自分が動きづらくなったら、本末転倒なんで、だからそう、4日かかることで、相手が動きづらくなって、こっちが動きやすくなることを、そうですね、まずもうずっと続けてれば。だからコントロールが最大化したときに自然に一本取れてるという話なんですね。まあそうですね、はい。まあ場所はコッコッと変わりますけど、相手がだってこっち動こうとしてるときとこっち動こうとしてるときと全然違う、抑えるとか違いますか。でも立ち技の方がよほど難しいと思うんですけどね。自分ができないからかもしれないけど、まあ難しさがまたいろいろこう違うところがあるのであれですけども、そうなんですよね。その、そ
そう、それはあの、はい、やの作業しながら改めて、だからキープあの、コントロールが、できないのに動くと絶対ひどいことになるから、うん、分かんないならとにかくその状況を一回キープして、うん、キープしろよ、うん、とそこで、無理に A から B に移行するからあの得るものなくやれちゃうわけだから、うん、とでその段階段階でとかキープっていうのをこう意識的に入れることで、うん、あの点と線の間の線がこう補われて、うん、ずっとその1から2の間の 1.1、1.2、1.3 みたいなところはずっとこうデジタルじゃなくてアナログ的にこうずっと進んでいくっていうイメージですよね、うんうんうん、そこが伝わればあのなんか価値のがすごいある話だと思うんですよね、うんうん、なんか そこなんですよね。 それがなんか当たり前すぎて見逃されてるのできてる、自然にできてるっていうふうに思うのかどうかわからないんだけれども、うん、そこですよね。うん、やられればコントロールされてるってわかるんですけどね、あの、いやー、あー、なるほど。だから、まあ、慣れてない人ほどコントロールされきってやられる直前にしか、あ、やられるって思わないで。うん、だけど、まあ、うまくなると、あ、なんかやばいみたいなところで変える、やばそうで変える人もいる。だからそれは、うん、それは経験値で、あの、なんでしょう、こう、熱いの触ったら熱かったり、向け触らないみたいな、こうなんかそういうのが溜まっていって、あ、この場はちょっとまずいみたいなのが、こう、働くようになるって感じなんですかね。そうなのかもしれない。初めは別にこう、うわーっ、なんかボンボン投げたって、うわーっちなんか抜けちゃったよみたいな、うん、なんていうかな、まあ、それもあるんですけど、まあ、こう、やっぱ年取るに従って、あ、風邪ひきそうみたいな、まあ、人によりますけど、うん、あの若い頃は、あ、なんか大丈夫だよな、とか言って、すごい。こじらせて、年取ったら、まあ、ちゃんと健康管理する人って、あ、ちょっとなんかまずいから早めに、もう今全然きつくないけど、やばい気がするから、こう活動を抑えて早めに寝て、あったかくして早めに寝て、で、結局何も起きなかったね、みたいに。で、だから何も起きなかったら、それをしたことが良かったのか、悪かったのかがちょっとわからないっちゃわかんないんですけど、うん、まあ、その感度を上げるところ、うんもありますけどね、うん、でそれ上げていけば上げていくほど、まあ、正直上げていくと弱くなるという人も、うん、あのちょっとしたことちょっと引いただけで、うんまあ、そんなそういうふうにあんまりケアしたら、はい、ちょっと引いただけでもすぐ風邪ひく体になっちゃうじゃないかと。確かにその通りではあるんだけどね、うん、まあまあ、でもそれちょっと健康はそうだけど寝技はああ、うん、そうだね、やべえと思って結局攻めれないとか、でもそんなのあんま聞いたことないあるかな、まあもうん、まあ感覚っつったらあれだけど、危険予知というか、まあ、危険予知した時に、うんうん、こまあよく言ってるのはだから手、まあ、ダードでよかれと思って握ってパスされるから、ここでやべえと思ったら手離せよって、うん、手離してこうしろよ、本当だ、防げますねって、その勇気がいりますね。まあ初めはそう思うだろうけど、まあ初めはやっぱり、あ、ちょっと寒いかも、会社はちょっと早く休んでいいですか、すごい勇気がいるけど、でもそれをやって聞かないで、やらなかったら風邪をひいたという経験があったら、もう勇気不要になるじゃないですか、ちょっと本当に絶対これ風邪、あの今は大丈夫だけど、このままいくと熱出たら大変だから休みますとか、自信持って言えるようなものなのかもしれないですけどね。やっぱりそれは何でしょう、その経験値を上げることで、うんうん、まさかこうみたいな、まさかここでこうすんのみたいなのはやっぱりあるみたい、まあ俺もそうだけど、あ、ここでこうだったんだみたいな、すげえみたいな、やっぱりあの不服従のポーズとか見るとこう、あの何でしょう、本能としてはなかなかこう選択肢としてできない
感じしますからね。あのこう床に頭をちっとつければ使われないしっていう、確かにそうなんだけれども、それをやれって言われるとどうしてもこういうふうにこう縮こまりたくなるっていう本能が働くの。だからもうやっぱそういう意味で技術的によくできてる、それをうまく利用するようになってるわけですから、うん、それは本当にあの成功体験を積み重ねていくことであの身につけていくしかないことですよね、うんうん、いやでもね、あの構造が全部にこの他のところにも当たり前ですね、構造なんだからだって、うん、この時あってこの時ないって話じゃないので、うん、そう、それは本当に見ていて、もう少しとかそう頑張って補助線としてこの全体にこれがこうなるほど、うん、いうのが理想なんですけどね。あ、なるほど、うん、そうですね、そこまでできたらすごいな。あの例えば連続ラッシュのどっかで先生の方でここにこのそういうアーチがあるんだよみたいなのを入れてもらうって、全部入れると面倒くさいって大変です、うん、どっかあの一つにほらここにあるんだよみたいな、はい、入れるっていうのは手かなと思いますね。そう、ね、はい、本当にこの図でかかってる力全部書いちゃうですね。それはちょっとまた大変なことになるので、あのあれですけど、ちょっとあれですけど、見たらみんなびっくりする、やっぱ多分びっくりすると思うんだよね。いや、そうなんですよね、うん、あの講座ビデオが本当に面白いですね、うん、そのだからこういう動きだって結局、はいはい、うん、こういう動きだって、そうなんだ、力はもうどっちに向いてるのかとか、あとこうどうやって変えてるのかとか、うん、もっと分かんないと思うんですよね、うん、これはもうこれだけですからね、うんまあ、だいたいフォースです。だからこのアーチで成り立ってるわけですよね、うん、それだって、うん、そう、そうですね、細かく言ってもしょうがないから、そうですよね、うん、まあまずそこで、その時にこう膝関節とかでなんかしてるんじゃないよねっていう、はい、こうやってここを回してるんだよね、うん、こうついたら、はいはい、手の動きなんですけど、まあ、大体足で動くなんです、うん、あ、こんにちは、だからやっぱりその姿勢を保持する力がずっと働き続けてるからできることだと思うんですよね。一番言い方で言うと、あのどっちからどう押されても別にあまり動かない、ピクリとも動かないとは言わんけど、うん、あまり動かない、うん、ようにしてる、うん、だからそれはこう、ああでもやめるならそっち行くわみたいに変えれるわけです、うん、あのアイドリング状態って出てくるじゃないですか、抑え込みの時に。あれってだから別に抑え込みの時はもちろんそうなんですけど、あれはずっとあり続けてるわけですよね。そうですね、うん、あの時もあの一応抑えて最低限のプレス、最低限っていうかな、うん、まあ最低限って何って言うか、相手がいきなり押してもまあ大丈夫なぐらいプレッシャーはかけるけど、うんうん、残りは別にいつでもこう、うん、あのどっちでも動けますよみたいな形つく形というか、力を内包させるというか、うん、こういうもんではないよね、うん、あの、ああ本当にこの、うん、お1位ぐらいの、用意はこっちしか、用意ドンはこっちしかいかないけど、でもこう、あのいきなりこっちかもしれないみたいな、うん、次の瞬間どこでも動き出せるような力は、うん、をかけるのが、うん、必要、当たり前だと、うんうん、あのそうですよね、あの草刈りの時のさっきの最後話せるの時も、それもあの YouTube の動画で話しとったと思うんですけど、
倒れるのに銃必要なのかどうかっていうのが、銃あって6の力で倒れるものを全部銃に使ってるから動けなくなるんだっていう。そうですね、うん、こう銃で抑えると帰るから銃使わなくて抑え込めないならそれは銃だと思うんですけれども、はい、そうですね、6でいいなら、残りの4は他のことに使っていう、でその感覚っていうかその発想が持つか持たないかが結構大事だし、持ちづらいっていうか、なかなかこの、はい、一生懸命やってるっていう、そのところとはちょっと違う問題だっていう、一生懸命少ない力でやれと一生懸命残りは一生懸命他のこと考えとけみたいなもんですけどね、なかなか変えるか変えれないか分かんないっていう人にとっては、まあ、そうです。一生懸命なんのしょうがないけど、でもなんか転ばせるんだけど毎回起きられるみたいなやつは、うん、頭使えっていうか、違うことしろよって人は、まあ、メンデスが僕を見てもそう言うと思うんですけど、お前さんもこうだな。バカじゃねえな。フィップとかっていうのは、そういうことに適正な力の質量を学ぶ場所でもあるわけですよね。そうでしょうね、多分。うん、この中で、適正な力、相対的な力の加減とかそういうのを含めてっていうことですよね。まあ相手は弱くないとダメですけどね。人とやるときはもう極限まで力を抜くというか。Q&A に登場するところですよね。ちょっと自分に弱いって言ったときにどういうふうにした方がいいですか。ゆっくり自転車こぐような感じで、その方が大変だから。ありました、はい、あとでじゃあ PDF を送るんでもう一回見ていただいて、結構文章を立ちの方でこう短くしたり、はい、いろんなことしてるんで、それは読んでいただいて、はい、で もう再度ブラッシュアップして、はい、何を撮るか確定させてから撮影で、はい、その時はもう、いろいろあると思うんですけど、一回もう何も言わずにそれを撮らせてください。思いついてもちょっとその時は、なしにして、とにかく一回ノルマを撮って、はい、その後もう一回考えるぐらいの感じで、さ、はい、だけど、すいません、いろいろ。そうです。よろしくお願いします。すいません、お待たせしました。7月ぐらいに7月には絶対に出す、はい、絶対にもうこれはもう海水の陣で絶対出るね、絶対出しますね、出ますだからやるからにはやっぱりいいものもこの前撮影してくれた、あ、なんか言いたいことか聞きたいことがあったような、あ、ありました、いや違う、下村さんがなんか彼になんかおっしゃってたような気が。何でしたっけ？